背番号37、今まで14人の選手がこの番号を背負ってきた。尾形浩一が1987年の入団から9年間つけていたのは背番号37。抜群の身体能力を武器に1995年レギュラーに定着、自身初となる盗塁王を獲得した。1996年、37番を受け継いだのは西武ライオンズから移籍した野々垣武。2000年には自己最多の82試合に出場し3本塁打を放つなど代打の切り札として活躍した。2008年からは松山隆平が37番を受け継いだ。入団3年目の2011年から1軍での出場機会を増やし、パワーとテクニックを兼ね備えた打撃と親しみやすいキャラクターで球場を沸かせた。そして2015年から37番を背負うのは野間隆義。1年目のオープン戦初戦でホームランを放つなど存在をアピール。1年目から開幕1軍入りを果たし127試合に出場。2017年は俊足を生かしたダイソーや守備固め中心の起用で98試合に出場し、リーグ連覇に貢献。翌2018年は持ち前の攻守や俊足に加えてしぶとさを増した打撃を武器に自己最多の46打点を記録。2022年シーズンでは野手キャプテンに就任し、リードオフマンとしてチームに貢献。国内 FA 権を取得するもカープに残留。機動力野球の中心を担うべく己を磨く。たかが背番号、たかが数字だ。しかしそこには背負った者にしかわからない期待と重圧が宿っている。背番号37、野間隆義。その使命を背負い、類いまれな身体能力を生かした走攻守で輝く姿を見せてくれ。